あの光に入りたくて必死に走っていた。追いついたと思った途端、でもそこは行き止まりで。先ほど東京都に大雨特別警報が発表されました。すでに連続降雨は2ヶ月以上を記録し、東京って怖え。俺帰りたくないんだ。少年、仕事探してんだろ。今の仕事はこれ、ネットで噂の 100% の晴れ女。晴れ女？私、ひな、君は？ほだか。ちょっと来て。この雨が止んでほしいって思う？ねえ、それってどういう…彼女は本当に 100% の晴れ女だった。僕はなんて素敵な世界に生まれてきたんだろう、そう思えた。空が青いだけで生きていてよかったって思えたり。でも注意しないと。自然を左右する行為には必ず代償が伴います。天気の巫女には悲しい運命があっての。ずっと一緒だ。もう大人になるよ、少年。この少年について話を聞かせていただけますか？どうしよう、私たちバラバラにされちゃう。君が来る